昨日は山口との試合がありました。いつものメンバーが何人か欠けている中、勝ち点を取るだけでなく勝てたのは偉い。前半3分に先制できたことが大きいですね。富山の裏抜けからドフリーの中野のヘディング、富山の落としから中野が独走し、キーパーとの1対1で決めた2点目。完璧な崩しでした。どの得点も菊池のところから崩してたのがちょっと気まずいですが、レノファの監督が調子のいい選手だったから起用したって、レノファ公式のインタビューで載ってたから、大宮戦だから特別に選んだって感じではないらしいよ。大宮のファン的には最後にプレイは見れたし、勝ったから本当に良い思いをさせてもらえたけどね。試合終了後にはスタジアム一周してましたね。お立ち台がそのままになってたから一言あるかと思ったけど、何も話さなかったね。引退に対してのコメントはどうやらレノファのホーム最終戦で話すらしいです。菊池本人のコメントが聞けなかったのは残念だけど、久々に聞いた菊池コールとちゃんとは本当に感動した。もちろん在籍当時のメンバーで集合写真を撮ってる時や塚本さんとのハグは本当に感慨深かったよ。彼の意思を継いだ背番号2をレノファに言っても守り抜いて引退、最後まで走り切った彼は立派な選手だと思います。本当にお疲れ様でした。さて、我が軍の残留が決まりましたが、このシリーズはどうしますか？とりあえずシーズン終わるまでは続ける予定です。シーズンが終わった後にこれを続けるかは全く決めてませんが、月1とかでやってもいいかもです。オフシーズンは動画ネタがありませんし、何より主のモチベが低いですからね。そうなるとちょくちょくやっていたゆっくり J 解説シリーズを開拓していく感じになりますかね。もちろんそれも考えていますが、ネットで調べて話せる内容はなるべく避けたいので、現地観戦者にしかわからない新シリーズの制作を考えています。内容はスタジアムに関連する内容にしたいと思っています。こうやって宣言しておけばやりますからね。オフシーズンもお楽しみください。詳しいことはシーズン終了後にまたお知らせしますので、今後も当チャンネルをよろしくお願いします。また視聴者の皆様がどんな動画が見たいか知りたいので、この動画のコメント欄に書いてくださると助かります。 Twitter もありますので、こちらに送っていただいても構いません。ただリクエストされた内容の動画は作成することをお約束できませんので、無料でと等かうくらいの感覚でコメントしていただければと思います。また Twitter では動画の先行公開とか気まぐれにやってますので、フォローしていただければと思います。じゃあ今回の動画はここまでです。また次の動画も見ていってね。ご視聴ありがとうございました。